はいどうも、今日もダークソウルリマスター続きやっていきたいと思います。今回はね、井戸の中をちょっと行きたいなと思います。ショートカットも開けてるし、だいぶ楽にはなると思う。井戸は？ああ、人間性な。どう行くっけ？どう行くっけ？これの、右奥だったか？とりあえずあいつらは、神の怒りで。OK。だいぶ数は減った。こいつらな、神の怒り一発で死んでくれたらいいんだけどな。オッケー。ラージレザーシールド。そして、井戸がねえぞ。鍵。あれ、別棟だっけ？別棟の鍵がいるんだっけか？あれは。あれ、井戸どこだっけ？じゃないな。ちょっとここら辺無視させてもらおう。スルースキルはあるはずや。行かれへんな。左側だっけ？左側にははしごがあるんだっけ？ダメだ、覚えてねえな。こっちだ、あ、こっちですね。ただ、ここは、車輪骸骨がいっぱいいたような気がするぞ。お、これ車輪骸骨だろう、やっぱり。OK。おい、びっくりするじゃねえか、危ねえな。お、一発で死ぬんか。暗いのがほんとダメだよね。急に来るしな。おるな。OK。車輪落とさねえかな。とりあえず敵を全員倒そう。あかん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 、危ない。危ねえ。もう多段ヒットとかマジでやめてほしい。もういないか？まだいるんだろう、どうせ。気づいたな。暗い、ほんと暗い。絶対なんかあるじゃん、これ。まあ待て、まあ待て。もういない？もういない？本当いない？よし、アイテムを回収しよう。巧妙な騎士のソウル。勇敢な勇者のソウル。これ、ウェルカの、あら。あら？こっから来たよな。で、仕掛けが、あ、これか。ハンドルを回すと、ベルカの像が変わったはずなんだよ。くるっと。だよな。これによってドアが開くわけだ。で、だよな。
まず右側行くか。まるで迷路だな。お、車輪がいこっさ。別棟の鍵。なんもないな。ここは？待て待て、一旦広いところに出よう。これはさっきのところだよな。で、これを右に行ったよな。あ、真正面もあれだったわけか。なるほどね。じゃあ左に行こう。はしごか。まあ待て、まあ待て、まあ待て、もっと入念に調べよう。逆側から来た俺。あの上は何があるんだ？階段を登るとそこには、あ、さっき倒したやつこいつか。いなかったけど。で、アイテム。3の、あ、火炎粉竜か。火炎粉竜は、前回の、ジュレマイヤさんが使ってきた技やな。オッケー。はしごを降りよう。この辺だろ。だよな。あ、登るんだ。はしごを登ろう。登れた？あ、井戸。あ、じゃあ最初から井戸。いけないのかこれは。いけるよな。いけるよな。ほいれー、別棟があったよな。多分あっこのことじゃなかろうかと思うわけだが。オッケー、別棟の鍵。声聞こえねえ。うっけつ亡者だけか？ん？ん？待って待って待って、これは囲まれる。どこ行ったあいつ。これ壊れるよな。カラス。ベルカの試験。俗に言うベルカビクトリーってやつやな。え、降りる？まあ、とりあえず探索だ。何今の？何今の声？怖いんだけど。あいつ話しかけてたっけ？あ、無理だった。待て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 、これは分が悪い。これは非常に分が悪いぞ。危なかった。ちょっとヒヤッとしたわ。何があるんだよ。あ、沈黙の禁則。何だったかな。何かを封じるんだよ。忘れちゃった。
ベルカの仮面。ベルカシリーズやな。で、これは？ああ、もうドラゴンゾンビのところか。あれは弓矢か？弓矢だな。ここはかがり火があったはずだが。よし、こっち行くか。ではさっきの。おお、びっくりした。なんですか、急。あ、お前落ちたやつ？どっかから落ちたやつだな。体力が少なかった、今。待てよ。待てよ。もういっ。あ、真ん中行きゃいいのか。だよな。ちょっと敵の体力多くなってない？ショートカット開いたよな、俺。間違いなく開いたよな。ああ、ここか。ここが開いたんだよな。うん、だよな。ん？これは確か。待てよ。まあ待て、まあ待て、そう焦るな。ちゃんと探索してから行こうぜ。あっこのドラゴンゾンビ倒そう。あれは確か走ってくるはずなんだよ、こっちに。ドバッとな。来ねえな。お、来たぞ。初見じゃ絶対死ぬよな、あれ。で、これは、普通に倒せたよな。この毒のブレスが左真ん中右で分かれてたはずなんだよ。で、真ん中行ってる時に足を攻撃できるはずです。なので、切れてる間に右側に行って、殴る。これの繰り返し。これは真ん中。あ、やばい。あ、そんなでもないな。で、もう一個の倒し方。倒し方っつうか、もう、みんな知ってると思うけど、こういうね、魔法。安定してダメージを与えられるから、まあ、正味これでもいいな。オッケー。まあ、飛び道具が結構安全ちゃ安全よね。何にしてもね。こっち行った？こっち行ったっけ？あ、行ったな。そして、お、なんかドロップしたな。巧妙な騎士の大きなソウル。竜の鱗。へぇ、あいつ竜の鱗を落とすんだ。血の盾。出血耐性が高かったはず。これはドラゴンゾンビの下半身だったと思います。立つよ。攻撃したら立つよ、こいつ。あら、立たねえな。あら？ジャンプ攻撃だっけ？あ、ジャンプ攻撃だな。で、だいぶショートカットができますよっていうだけだったかな。下行くとね、下は下で厄介なんだよ。めんどくさい。で、さっ
きの場所、この下が、あれこれ横にいなかったっけ。あ、ここは横にいるわ。いた。うわ、クリーンヒットじゃん。やる。バーニスいなかった、バーニス。俺バーニスがいると思ってたんだけど。めっちゃ来たじゃん。あ、やっぱいた。うん、いいね。いいダメージの入り方だ。うい、だっせ。あ、ダメだ。あ、もう拾えないって。なんもなかったよな。ボスなんだよな。今回どうするかな。まあ、とりあえず入ろう。別にすぐ入ってすぐ敵対っていうわけじゃないはずだ。ロックはできるけどな。韓流プリシラ様。あなたは誰？私たちの仲間ではないのでしょう。もし誤って迷い込んだのなら、この先を飛び降りて戻ってください。そしてもし、私をもとそれは許されることではないのです。あなたはあなたの世界に戻ってください。ここは静かで皆優しげですが、あなたの世界ではないでしょう。どうか、その先を飛び降りて戻ってください。で、ここを、この先を飛び降りたら、普通に戻れるんだよ。戻れるけど、こいつを倒すと、っていうかこいつの尻尾を切ると、プリシラの大釜かなんか、アイテム、武器が、釜系の武器がね、手に入ったはずなんだよね。倒そうぜ。オッケー。あ、しくった。オッケー、プリシラの探検ですってよ。で、この人の倒し方が、足跡が、消えるけど足跡が見えるから、これを頼りに行くと。おう。そう、出血がね、すごいから。あの辺やな。この辺か。ダメだ。ちょっと出血がやばい。もう一回。そこだな。そこか。神の怒りがありゃあな、だいぶ楽なんだけど。てかこれやったらどうなるかな。反応しないのかな。痛い。反応しなかったね。そこだ。こんな時間かかるはずじゃないんだけどな。どうした？なぜ何を望むのですか？韓流プリシラのソウルゲットだぜ。人間性の双子。
で、こっから飛び降りると。あ、で、これが、ジュレマイヤさん。あいつ、ハンリュープリシラを倒すことによってもらえる装備やな。ジュレマイヤさん。ポラギノール装備。うん。で、終わりだな。もう、ほぼほぼ取り尽くしたんじゃないか？アイテムは。怖いよなこれ。機関のコッペン復活してます。で、ここで俺は家路を持っているので家路で帰ります。これは隔離された世界だから使ってももう一回絵画世界には飛ばされない。絵画世界に入る前に一番最初にかかったかがり火に転送される。ベルカの試験扱えるよな。筋力、技量、進行、じゃあ、技力か。筋力、技量、技力、E、C、B と補正がついてるな。しかも魔法属性。これのね、両手持ち R2 が、ベルカビクトリー。V。俺が、最初の方にやってた時期、高校生とかの時に、もうこれはベルカビクトリーっていう名前にしようぜって連れ合いとみんなで言ってついた名前。ベルカビクトリー。で、これがね、あれなんだよ。パリー決めるじゃん。決めて、ベルカビクトリーやった後に、あれが決まる。スタブが決まる。だからめちゃくちゃ強いのは強い。はい。というわけで、ここまで見てくださった方、ありがとうございました。それではまた次回もお会いしましょう。ほなね。